チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯の後のコーヒータイム。はい、あっちゃんのコーヒータイムだけどね、昨日セブンで当たったセブンくじで当たった、AGF ブレンディのブレンディ5、ブラック&レモン、あ、いや、ブラックコーヒープラスレモン、ブラックリモーネ、ブラックリモーネ新感覚アイスコーヒー 500ml 160円ぐらいかな、ピッてやった時になんか140円かなんかそんなやったと思うんだけど、分からへんねんけど、それがね当たって、マイナスってなってもらえてんけど、これとね缶コーヒーと当たったで、缶コーヒーは何やったっけな、ワンダやったかな、なんかそんなやったと思うんだけどね。まずこっちかを飲みます。ブレンディの、ブレンディブレンディタグ5やって、ブレンディこれタグって読むねんって、イシャープイ、分からへん、タグ5、うん、ブレンディタグ5、ボトルコーヒーブラックリモーネ、コーヒー香料酸味料だけ、甘いんかな、 100ml あたり 35kcal って書いてあるから、多分甘み入ってんちゃうかな。タンパク質 0.2g、脂質0、炭水化物 8.6g、食塩相当0、カフェイン25から43、元気になれるかな。はい、ね、食後のコーヒーはね胃薬と一緒でちょっと胃をすっきりしてくれます。じゃあ飲みましょう。ん、ちょっとね、コーヒーの匂いやけど、レモンのような、レモングラスのような、あの何やろ、コーヒーの奥に、てかコーヒーのコップに、ビッグスドロップのレモン落としたみたいな匂い。飲んでみましょう。面白い。あのね、コーヒーのほんのりレモン効いてんのかなってちょっとあちゃん、あれしてた、油断してた。甘いコーヒーシロップ、あちゃ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 、甘いレモンシロップ、レモンピールが効いた、レモンの皮の味、苦いのも効いた、レモンの砂糖漬けみたいな甘いのをコーヒーに巻いて、コーヒーよりもレモンの方が勝ってんねん。もっとリモーネ、控えめなんかもだ、リモーネ主張しすぎ、うん、コーヒーどこ行ったみたいなね。終わってから口の中にコーヒーの苦みが残んねん。うん、一口目はレモンとレモンの皮の苦み、レモンの酸っぱさとレモンの皮の苦みがきて、飲み終わってから口の中であれ、コーヒー飲んどったっけって感じなんじゃこれ、変なもん当たった、嫌やな思ってて、これ買う、リピする、好きかもこれどう、面白いの、子供面白いって笑ってるそう、ほんま気持ち悪いね、まずくないよ、美味しいんやけど、なんかコーヒーや思って飲んだ瞬間すごい騙された感がある、なんかドッキリに思ったみたい何これ、うわいいわこれ、うん、めっちゃ好きになったこれ、買おう今度から、うん、いや絶対これね、売ってても買わへん、YouTube ネタに面白いってやろ思うやろ、でもわざわざこうてネタにすんのもどうしようかなっていうぐらい考えるぐらい変なネタすぎる、外しすぎ、うん、これあれやわ、美味しいのに、なんちゅうの、広報が下手すぎいや下手すぎてるんだけど、そのまんまやね、コーヒーのブラックコーヒーにレモン、ブラックリモーネやねんけど、間違いはないねんけど、こんな美味しいと思わへんかった、これありあり、うん、でこれ見て買おうと思う、コーヒーにレモンって想像つく、
いや面白いな。あのね、コーヒーを飲もうと思う人は、コーヒーを飲みたい人はやめた方がいい。でもレモンティーやと思ったら、レモンティーやねん、ほんまにレモンティーやねんけど、後味がティーじゃなくコーヒーやねん。漢字的に言ったらちょっとね、レモン、砂糖効かし気味のレモンティーやねんけど、後味コーヒーが一番近いかな。あの、うん、やっぱりコーヒーの味がせえへん。レモン、レモン、もうレモンティー、あと苦みが残るコーヒー、うん、まあコーヒー、レモンコーヒーには間違いないねんけど、うん、感じ的にはコーヒーっていうよりレモンティー飲んだ感じやけど、後味がコーヒーですっきりしてるから、うん、美味しい。レモンティーとか飲む人やったらいいかも。うん、でまあね、あのカフェインが入ってるからね、カフェインって悪じゃないからね、こうカフェインも覚醒作用があったりとかして、カフェインの中毒とか言って結構カフェイン怖いもんみたいに言われてるけど、カフェイン自体は覚醒するし、なんていうやる気が出たりとか、そういうことがあるねんね。で、まあ、眠気覚ましとか、あっちもねカフェインで眠気覚ましにならへんねんけど、でもちょっと元気のない時とか、胃がちょっと食べ過ぎちゃったなとか、すっきりしたい時とか、そういう時にコーヒーは飲めへんねんけどって、いいかも。うん、ただコーヒーの好きな人には全くコーヒー感ないから、あと後味でコーヒーが残る程度やから、うん、あの物足らんかもわかんない、ある意味斬新これはあっちゃんは好きでした。何だっけ、タグゴーブレンディ、タグゴーブラックリモーネ、はい、ぜひよかったら飲んでみてください。多分手に取らへんと思うね、このパッケージ見て、これ見て、いやそれはぜひ飲みたいよと思って買った人多分言ってないかもわからへんぐらいレアなもんやと思うけど、ある意味買う価値はあります。あっちゃんはこれありやと思います。またリピするかもわからへん、っていうか作るかもわからへん、うちでも。結局だからコーヒーにシロップなり、砂糖なり入れて甘くして、でそこにレモン絞ればいいだけのことやからね。だからレモンティーみたいな、レモンコーヒー、まあ、ある意味すごい発想やと思うね。レモンティーやのになんでレモンコーヒーなかったんやろなって飲んでみて初めて、あ、レモンコーヒーありやんって、うん、なんでレモンティーがあんのにレモンコーヒーないねんって思った、うん、それぐらいある意味斬新で、すっきりして面白い飲み物でした。ただコーヒーではないかなってあっちゃんは思いました。はい、ということで今日のあっちゃんの、セブンで当たったブレンディータグゴーブラックリモネの紹介、これね、あっちゃんはあのこれもし5段階の評価つけるんやったら5です。はい、っていうぐらい、ちょっといいかなと思った。うん、はい、ただまあこれあっちゃんの感想なんで、パクチーが美味しいっていうあっちゃんの感想なんで、みんなに当てはまるとは限りません。ということで今日のあっちゃんの、ブレンディータグ5、ブラックリモーネ紹介良かったよって思ってくれたら高評価を、でまた応援コメントとかね、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。めっちゃ進めてるけど案件ではありません。ではまたね、バイバイ。まあある意味タダでもうてんけどね、セブンで、はい、案件待ってます